皆さんこんにちは、ことふみ郡山の渡辺です。新しくできた寅さんのサイトのつぶやきを読んでいきたいと思います。5月1日からの分です。それでは始めます。2021年5月1日、今日はテキサス州の不代理の日で、スーザン・ライトに投票してください。彼女は国境犯罪プロライフ、私たちの勇敢な軍隊と獣医に強くなり、常にあなたの修正第二条を保護します。彼女は決してあなたを失望させません。恐怖代で5月3日、2020年のごまかされたボス選びはこの日からビッグライとして知られています。5月3日、テキサス06が土曜日のジャングル予備不代理で民主党員を完全に締め出した理由は、先週それを受け取った後に急増したスーザン・ライトの私の支持のためであることを民主党とリノに説明してください。民主党はシャットアウトされ、今では2人の共和党員間の競争、非常に大きな勝利になります。しかしプンディットとフェイクニュースメディアが、この前例のない民主党はこれまでに締め出されたことがない勝利の本当の理由を述べれば、それはいいでしょう。5月3日、ユタ州共和党州大会でリノ・ミッド・ロムニーがステージからブーイングを浴びているのを見てとても嬉しいです。彼らはこの男を考え出した最も早い一人です。意志の冷たい敗者。5月3日、ワイオミング州の偉大なビッグショット、チェイニーに関する新しい世論調査を読むために心温まります。彼女は非常に低いので、彼女の唯一のチャンスはうまくいけば起こらないであろう膨大な数の人々が彼女に対して実行される場合です。彼らは、彼女はあまり好きではなかったが、私は彼女が二度とワイオミング州の不代理に出馬しないと言います。5月4日動画です。5月5日、ワイオミング州に実質的に支持が残っていないウォーモンガー・リズ・チェイニーは、実際には米国憲法が要求する立法承認を含む証拠が正反対であることを示している2020年のボス選びで不代理詐欺はなかったと知らず知らずのうちに愚かに言い続けています。マイク・ペンスが6つの州2つだけ必要に関する情報を州議会に言及し、根性のない手がかりのない少数派指導者ミッチ・マコネル、彼は決して失われるべきではなかったジョージア州の2つの議席を吹き飛ばしたを持っていたら、それ以来私たちははるかに異なる大統領の結果を持っていたでしょう。そして私たちの国は社会主義の悪夢に変わっていないでしょう。決して諦めないでください。5月5日、 Facebook、Twitter、Google が行ったことは我が国にとって全くの恥と恥ずかしさです。急進的な左派ルナティックスが真実を恐れているので、言論の自由は米国のボスから奪われましたが、真実はとにかくこれまで以上に大きく、より強く出てきます。我が国の人々はそれに立ち向かいます。これらの腐敗したソーシャルメディア企業は政治的な代償を払う必要があり、二度と私たちの不代理プロセスを破壊し欺くことを許されてはなりません。5月5日、リズ・チェイニーは共和党指導部にビジネスを持たない温かい愚か者です。私たちはメイクアメリカ・グレート・アゲイン運動を信じ、アメリカ・ファーストの価値観を優先するリーダーを望んでいます。エリーゼ・ステファニックははるかに優れた選択であり、彼女は GOP カンファレンスチェアのための私の完全かつトータルの支持を持っています。エリーゼはタフでスマートなコミュニケーターです。ニューハンプシャー州の偉大な愛国者におめでとうございます。ニューハンプシャー州で起こった大規模な不代理詐欺と2020年のボス選びの真実を探すために、彼らの信じられないほどの戦いのために、透明性と正義のための精神はフェイクニュースを表していないメディアによって全国に表示されています。これらの愛国者がアメリカの歴史の中で最も汚染され、腐敗した不代理の本当の事実を明らかにするためにたゆまぬ努力をしているので、人々は大挙して見ています。ウィンダムおめでとうございます。結果を楽しみにしています。5月6日、フェイクニュースメディアはビッグテックと急進左派民主党と緊密に協力して
2020年のボス選び詐欺について話すとき、大きな嘘という言葉を永続させるために全力を尽くしています。彼らは2020年のボス選びが大きな嘘だったという意味で正しいですが、彼らが意味する方法ではありません。2020年の付帯では多くの州、米国憲法の下で要求されるからの立法承認さえ持っていなかったですが、それ以外の場合も腐敗していました。確かに大きな嘘でした。だから彼らは一体と調整で行う用語、ビッグリー、アメリカの人々を販売しようとするとき、代わりに私たちの国の歴史の中で最大の詐欺と考えてください。ロシア、ミューラー、弾圧デマ、または民主党が引っ張った他の多くの詐欺のいずれかよりもさらに大きなデマ。以上、ここまでです。それではまた、ありがとうございました。